え皆様、こんにちは。えー、早速でございますが、えー、昨年度の決算、えー、の説明についてお願い申し上げたいと思います。えーさとですね、去年のおトピックスなんですけれども、まあ、円安とかいろいろございました、えー。売上高は最高でございました。 487億円ということでございまして、まあ、当社設立以来の売上高ということで記録いたしました、えー、自動車部品がやはりあの好調でございまして、えー、約10%弱は伸びたかと思いますこれはほとんど円,高のあ円安の影響を受けない事業体でございますのでもそもそもの,その製造力が上がったとおよびまあ販売力ですねそっちが上がってきたということでございます 利益面が営業利益、経常利益、当初の計画について未達でございました。ただ、最終利益に関しましては、当初よりも大幅に増えたということで、達成いたしております。これはあの先、タックスの移転価格税制に対するものの戻しというものがありまして、最終利益は達成いたしました。 またトピックスといたしまして3つ目新規ビジネスここのところやはり利益を落としてまでも開発に相当力を入れておりましてお金が使われておりますようやくいろんなロボット用のセンサーまた MEMS という非常に新しい新しいというかもともと生まれたのは相当前なんですが あー MEMS のデバイスを作る事業体を、えー、だんだんあ量産準備を整えてまいりました、えー、それではあー私のトピックスはこれで終わりましてまた後で、えー、2016年度のご説明の時にまた参りたいと思いますそれでは高森さんお願いします高森でございます、えー、それではあの早速 2015年,度12月期2015年の12月期の連結決算状況についてご説明をいたします。5ページになりますけれども、5ページを開けていただきたいと思います。こちらは、ですねあの売上高と利益の概要について説明をいたしております。り年月期の 売上高実績としまして、487億4900万円、営業利益が17億2300万円、経常利益が23億4400万円、最終の当期純利益が23億5500万円ということで着地をしております。売上の概要としましまては コネクタおよびエレクトロニクス機構部品事業におけるです、ね、再先導軸コネクタおよび FPC、FFC コネクタが売上高を伸ばしておりましてまたあの自動車部品事業におけるセンサーですねセンサー関係でも北米での自動,自動車販売が活発でありましたことから 順調に売上高を伸ばしておりまして過去最高の売上高となっております一方利益面におきましては営業利益および経常利益は苦戦していますけれども最終利益で前期比で 税金費用のです、ね、戻し入れという特殊要因があったこともありまして、大幅な増益ということで終了をしております。続きまして、次のページへ参ります。こちらは、損益計算書、連結損益計算書の調査について説明したページになります。 赤い点線で囲っているところですねを見ていただきたいと存じますけれども、まずあ粗利のところになります。この粗利率はですね、この四ォーターの累計で28%となっております。前期比で0.6ポイントの粗利率の改善ということです。 改善の要因としましてはです、ね、コネクタ部門および自動車部門の増収によりまして、工場稼働率が上昇し、それによってです、ね、労務費、あるいは原価償却費の増加分を吸収することができておりまして、結果として28%という粗利率になっております。前前期期にに対ししててですね前期に比べまして わずかですけれども稼ぐ力としては増加をしているというような状況でございます営業利益につきましては販売管理の中で想定以上に研究開発費などが増加しましたことによりまして営業利益は苦戦をしておりますがこれは将来の収益の柱を生み出していくための費用ということで あのまあ、不可欠、必要不可欠の費用であると考えております。計上利益のところではです、ね、円安の影響もありまして、為替差益を2億5100万円、またあの助成金として3億4600万円を計上しております。最終の税引き後の利益ではですね、先ほども話がありましたように、 移転価格税制調査にかかる未払い法人税、これはあ,のあらかじめです、ね、8億4000万円昨年、一昨年になりますが、見積もり計上しておりましたけれども、結果的にあの、公正なしと、公正ゼロということで、決定を受けておりますので、戻し入れをしております。 この結果、最終利益としましては23億5500万円となっております。全体としましてはです、ね、あ粗利率の増加によりまして、稼ぐ力としてはアップしているということ、ただ、費用の増加として、主として研究開発費が増えてきております。 まあこれはですね将来の収益源を生み出すための前向きの費用の増加ということで考えております。まあ、最終利益は大幅に増加増収増益,ですね増益で着地をしたということでえまあ結果としてはですね良かったのではないかなというところでございます続きまして次のページへ参ります。 こちらはですね、売上高をセグメント別に分析したものになりますが全体の売上としましては先ほども申し上げましたとおり487億4900万円ということで着地しております過去最高の売上高ということになっておりますコネクター部門それから自動車部門 それから半導体その他、すべての部門で売上高を伸ばすことができております。セグメント別に見ていきますと、コネクターウェブリエレクトロニクス機構部品が前期比で4.6億円の増収です。自動車伝送関連部品につきましても 自動車の販売が活発であったということから順調に売上高を伸ばしておりまして過去最高の売上高を更新するということができております前期比で15億円の増収となっております半導体その他につきましてもですね少しずつですけども改善をしてきておりまして前期比で12.8%の増収というふうになっております 続きまして、次のページへ参りますが、こちらはセグメント別の売上総利益の状況を示したものであります。まず、緑色の折れ線グラフで示しておりますコネクタおよびエレクトロニクス機構部品事業ではですね、2014年12月期のあらりが、 29.6%であったものがです、ね、この終わった期では30.7%ということで、前期比で1.1ポイントの粗利率の改善ということになっております。 これは冒頭にも申し上げましたとおり、最先導軸コネクタおよび FPC、FFC コネクタの増収ということで、工場での稼働率が高い状態で推移をしてきておりますので、ア利率を改善したということになっております。一方、自動車、電装関連部品におきましては、こちらも増収効果によりまして、 固定費の増加分を吸収しており、あらり率としましては前期比で、まあ、少しですけども、改善をしているという状況です。半導体設備事業につきましてはです、ね、ほぼ前年レベルで推移をしているというような状況です。全体としましては28%のあらり率ということで、前期比0.4ポイントの改善となっております。 続きまして、次のページに参りますが、こちら、コネクタおよびエレクトロニクス機構部品のです、ね、製品別の売上明細になります。製品別に見ていきますと RF 同軸コネクタが少し伸び悩んでいるという状況ですけれども、再生同軸コネクタにつきましては、ノート PC 向けのシェアをです、ね、しっかり確保できているということから、着実な伸びを示しておりまして、6.3%の増収となっております。FPC FFC 関係ではではすね PC、あるいはデジタル家電向け、あるいはスマートフォン向けなどで、我々の活動の成果が着実に出てきておりまして、27.8%の増収ということになっております。HDD 関係につきましては、ノート PC の販売が伸び悩む中にありましてです、ね、5.4%の増収ということで、 評価としてはよく頑張っているということが言えると思います。続きまして、10ページに参りますけれども、こちらはコネクタよりエレクトロニクス機構部品につきまして売上で、ね、売を上すを少し切り口を変えまして、用途別に分析したグラフになります。 ポイントとしましては、ワイヤレスネットワーク向けが少し苦戦しておりますけれども、デジタル家電、あるいはあのパソコン向け、まあ、こういったところがですね、売上高を伸ばしておりますので、えー まあ,あとは HDD 関係ですね、こういったところも、堅調に売上高を伸ばしているという状況です。まあ、内容的にはですね、全、えー、ページと被るところがございますので、えー、資料をご覧いただきたいと思います。えー、続きまして、えー、次のページに参りますが、こちらはあの2つ目のセグメントであります、自動車電装関連部品についての、 製品売上の明細あの説明になります。自動車電装関連部品につきましては非常に安定した状況で推移をしております。ご覧いただいておりますとおり、特にあの北米での自動車販売が好調であったということからですね、売上を順調に伸ばしておりまして、過去最高の売上高を更新しているという状況です。 打ち上としましては当社の主力製品でありますセンサー類が売上高を順調に伸ばしておりますまたその他の伝送部品の中で自社ブランドの車載用コネクターが順調に売上高を伸ばしておりまして19.1%の伸びとなっております関連部品につきましては 意図的に、ね、OEM 関係の製品を少しずつ減少させておりますので、こういった売上高ということで推移をしております。では続きまして、12ページへ参りますが、こちら、仕向け値別の売上のの分析になります。 シム向け地別の売上高になりますけれども、比率から見ればですね、一昨年とほぼ同じような割合となっておりますけれども、日本向けの割合が少し大きくなっているという状況です。全体としましてはですね、台湾などを含めたアジア向けの売上売上高割合が大きな比重を占めているという状況にあまり変わりは。 ございません。えー、はい。じゃ続きまして、こちらはですね、あの連結対借対照表の状況になります。ご覧いただいております通り、総資産は五百九十一億八千三百万円となっておりまして、この中で現預金残高 こちらがです、ね、前期末比で25億800万円減少をしております。これはあの要因としましては、設備投資が前期比で大幅に増加したこと、販売管理費も増加しておりますので、そういった理由によりまして、現預金が減少をしております。売上再建につきましてはです、ね、若干開店期間が長くなって でおりますが、まあ、わずかということもありますまた、あの棚卸さんにつきましては、開店期間が短くなっておりまして、いずれもあの良好な水準を維持しておるという状況です。え、固定資産の投資ですけどもこちらはですね。88億万円の投資を昨年度は行いました。一方あの負債につきましては？ 有利子負債が2500万円減少をしておりますこれはあの資金繰り計画のとおりということです自己資本比率につきましては前期末比0.9ポイント増加をしまして 77.3%となっております。自己資本比率は7割を超えておりまして、財政状態は引き続き非常に健全な状態で推移をしているという状況でございます。続きましてですね、こちら、14ページに参りますが、こちらはですね、連結のキャッシュフローになります。ご覧のとおり 営業キャッシュフローが64億4800万円、投資キャッシュフローがマイナス70億2800万円、フリーキャッシュフローがマイナス5億8000万円となっております。やはりあのポイントとしましては、投資が、設備投資が大幅に増えたことによりまして、フリーキャッシュフローがマイナスとなったことが挙げられると思います。 最終の現金の残高は127億2400万円となっておりますが、これは右の BS 残高の現預金残高と少し異なっておりますけれども、BS 上は3か月を超える定期制預金ですね、これを含めておりますので、キャッシュフローの期末残高と少し異なってきております。 以上、ご説明をいたしましたとおり終了しました2015年12月期はです、ね、新しい収益の柱を生み出すための販売管理の費用が増加したといういわゆる避けて通れない費用を出費している。 い、まあ、いわゆるる耐ええ時間帯であったという,ふうに考えております、まあ、しかしながらです、ねあの、最終利益は増益となっておりますし、えー、自己資本比率は継続して7割を超えておりますので、経営成績および財政状態は健全な状態を維持しているという評価ができると思います。 以上あの、2015年12月期の決算実績についてご説明をいたしました。続きまして、社長の小西より、新しい年度の事業戦略及び通期の予算についてご説明を申し上げます。連結業績の計画概要、昨年度実績が487億円、申し上げましたとおりでございます。 2016年12月期の計画でございますが、約8.7%伸ばしまして、530億円を計画いたしました。それに関しまして、あとはですね、えっと、営業利益も約33%、もともと2015年12月低かったんですけれども、23億円。 そして、経常利益の方も6.7%増の25億円、当期純利益はまあ先ほど田子守からありました2015年12月期の実績につきましてはまあ今のようなからくりがございましたが2016年はそういうのもありませんので17億というような設定をさせていただいて今年の計画を立てさせていただきました。えー、続きまして当社の コネクタおよびエレクトミス機構部品の内容につきましてご説明いたしますえー、とですねご存じのようにもうあのスマホパソコン、えー、至るところであまり市場が伸びないというのはもう皆さんご存じだと思います、えー、やはり原点に変えって、まあ、当社で何だろうということでこれから攻めていくのにどういうことがあるのかということを考えますと やはり当社は一番高速伝送に強いんですね、えーまあ、要するにコネクタの中でも通常のものではない非常に高速にいろんなものを、まあ、高速伝送するスピードそれに耐えうるコネクタを作ってきてこの市場で伸びてまいりましたで今成熟され成熟化されましたこのようなスマホタブレットノート PC まあ 4K テレビも含めましていろいろ見てますと 市場はは伸びないいんでですすけれども要求は高いですやはりあのその中でせ、ね、お客様も製品の差別化再開をされますのでやっぱりそこにありますキーワードは高速伝送ということに帰結いたしました。したがいまして、えー、当社としましても原点に戻りまして、えー、そこら辺のお製品を拡充しようということで、えー、今回組ましていただいております。 まあ実際にあのこの一番上にございます伸び率が高いところのオレンジ色 FPC コネクターと言われるところなんですがここはあの単なる FPC のコネクターではなく、えー、高速伝送用の一番エッジなコネクターを出します現実にえお引き合いもいただいておりまして今進行中ですで、まあ、その次、えー、再生同一と言われるこのブルーのところ まあこれはノートパソコンがほとんど使われてるんですけれども、まあ、これはノートパソコンの市場の鈍化をどうやって防ごうかということでここにも新しい製品を投入しつつ維持してまいりますで RF 同時コネクタに関しましてはここはまあ微増するであろうということを見込んでおります、まあ、ハードディスクに関しましては皆さん、えー、ここにはプロフェッショナルがたくさんいらっしゃいますので、えー、ご存じのように だん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 ああいう民生側からなかなか使われないどちらかというと企業向けサーバーであったりとかそういったところで使われるのが重いになってまいりましたので市場は鈍化するだろうというふうに見込んでおりますそのような感じで今年のあすいませんもう一つありました一番下ここが先ほど言ってました開発費をしこたま使っていると。 いうところでございまして、ざっと30億円以上、いろいろ使って、今、いろいろ準備をしておるところでございます。そこの新規ビジネスが少し今年は実際に受注と売り上げがなるだろうということで、非常に楽しみしている分野でございます。以上がコネクタウエルエレクトリック機構部品のご説明でした。それでは 続きまして自動車部品の関係につきましてご説明申し上げます。えー、今年過去最高だったんですがまた今年あ、去年は最高であったんですがさらに更新をするつもりでおります。センサー関連も前期比でで割増ししになるでしょうし まあ今あの開発用一部使っております電装部品つまり車載用の車用のコネクターですね、まあ、これも1割増しということで見込んでおりますご存知の自動車の場合は企画段階から実際搭載までが数年かかる準備をしていかなければならないものですのである程度これは道が見えているというふうに考えています。 そういったことで今年は億円の売上高を目指してていこうと思っています特に今のところ原油があれだけ安くなって全体の、ね、経済の先行きっていうものに関しての影響というものは確かに懸念はされるんですけれども今企画されているさまざまな自動車の搭載ということで参りますとこれはほぼ今年はいけるのではないかなと。 いうふうに思っております。えー、じゃあ次につきまして、えー、半導体設備その他につきましてご説明申し上げます。えー、いろいろこの業界も成熟産業と言われましたが、なんとか昨年比に比べまして、えー、ごめんなさい、一昨年比に比べまして昨年は少し伸ばすことができました。 いつもこの半導体設備をこれやってるっていうのは、まあ、当社がやっております MEMS との関係もありございまして MEMS は半導体のプロセスをそのまままいたします、まあ、そういったことも関係しまして、まあ、売り上げらがそんなにないんですけれども当社としてもこの半導体設備といったものについてましてはきちっとなんとか商売として続けていこうというふうに考えておる産業です。 まああの今年またさらに伸ばしていこうということで25億円を目指して今ああ頑張っているところでございます。えー、続きまして新規ビジネスに参ります。これもあの開発費用を使わさせていただいておりました。まあ今も使っております。まあ使わなければということなんですが使わなければそれは利益に行きますんでところがそれだとまあ将来の夢がないということで。 こういったものに、えー、いろいろと開発を使わさせていただいて、ようやく今年から量産販売になります。えー、おかげさまであのモゾ作り部品大賞というのをこの間受賞いたしました。えー、世の中になかったものがあこうやって評価されたんだということで、えー、開発者及びまあ私ども非常にあの喜んでおります。まあ当然あのこれに対して反応量も良くて、えー、今年から。 販売をすることになってまいりましたが、まあ、今はまだ売り上げ高に占める割合はおそらく今年で数億円程度と思いますがロボット業界というのはこれからどん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 上って、えー、拡大していくと思いますのでそれでまた楽しみにしておるところでございます。もう一つ、えー、MEMS ままずはあのー、地震感知機、えー、受注が終わりました したがって販売がスタートいたしま a、えーまあ、m m s で当然のことながら地震感知器っていうのは皆さんも考えられますようにそれほど需要はございません。で当社といたしましても、えー、やはり大量に需要があるものを最初から手に出せませんので、えー、まずはいけそうなところの需要の大きさのところを狙いながらあ m m s をこれから試していこうというふうに考えておりました。 まあおかげさまで第1弾はこういう感じで順調な滑り出しをいたしました。まあ、今後、第2弾、第3弾ということで今、いろいろな特許もたくさん絡むんですけれども今、計画中でございます。えー、続きまして設備投資でございますが、えー、昨年度、結局ですね88億2600万円の設備投資をいたしました。 今年は少し10%ほど落としまして80億ぐらいそれでも過去この5年を見てますと非常に高レベルで設備投資を継続していこうと積極的な投資をしていこうと考えております特に新規ビジネスのところっていうのは継続してまだ開発費を投入していこうと考えておりまして今のように売上高と利益に結びつくような 商品開発をしていこうと考えております。いつも申し上げるんですが、まああの設備投資額があできれば減価償却と当期純利益の中に入ってくる。つまり赤いポッチの部分がこの棒グラフの中に入ってのは望ましいんですけれども、去年と今年につきましてはそれをオーバーしております。えー、そういった意味ではリスクを取っているというのは事実でございまして、まあ投資投資者といたしましてもそういうリスクを取りながらあ将来のお商品のお企画 新しい商品の提供といったものにつきまして、えー、積極的に進めていきたいというふうに考えております。以上ご説明を終わりました。本当にありがとうございました。